ワクチン一本足打法じゃないかとも揶揄もされました。猛威を振るったデルタ株も今は全くと言っていいほど衰えています。昨日公示日を迎えた衆議院選挙、菅前総理は自らの出陣式に臨んでいました。総理在任中の成果をアピールする菅氏、ビラにはワクチン接種推進など総理として成し遂げたとする政策がずらりと並びます。生の菅さんどうでした？怖い人だと思います。演説後には多くの聴衆に囲まれグータッチを交わします。菅氏自身も人出がすごかったと周囲に語っています。一方で出陣式会場ではこんな訴えも。10月31日までの投票日戦ってまいります。どうぞ皆様絶大なるご支援が必要でございます。写真撮ってください。これまで菅氏は地元で毎週駅頭に立つなど運動量の多さを売りに強固な地盤を築いてきました。しかし2012年の官房長官就任以降は選挙区にほとんど戻れず、コロナの影響で大規模な集会も開けなくなるなど従来とは異なる選挙戦を余儀なくされています。私自身9回目の選挙ですけど、今回の選挙ほど危機感を持っている選挙はありません。その菅氏に挑むのは立憲民主党の岡本英子候補です。新岸田政権が生まれましたけれども、一枚皮をめくればやはりそこには安倍菅政権の姿がびっちりとこびりついている。こんな政治を続けてはいけない。元国会議員の岡本氏は菅氏が総理に就任して以降、国民が成果を実感できていないと指摘します。本当に1年前は菅さんが総理に選ばれて地域の中でも期待感が高まったと思うんですが、たった1年で大きくその印象が変わってきた。さらに助っ人として駆けつけたのが浜のドンと呼ばれ、地元経済界に影響力を持つとされる藤木横浜港ハーバーリゾート協会会長です。藤木氏は IR 招致をめぐる方針の違いから菅氏とたもとを分かち、今年8月の横浜市長選挙では菅氏が推した候補を敗北に追いやりました。岡本氏が野党統一候補になったことで打倒菅氏にも自信を見せます。統一を組んだでしょ。これはやらかったよ。共産党は一番偉いよ今。もうこの野党が統一したらね、今のあの腐った自民党なんかはね倒せるんだよ、ね、横浜市長選に続き野党候補を応援する理由を尋ねると、そういうことはわかるでしょう、常識ね、ダメなものはダメ、いいものにどっかいる、当たり前だ。前総理と野党統一候補の一騎打ち、果たして有権者の審判は。